皆さんこんにちは。レックス日講師の根本です。えー、これより全科目、卓越科目コンプリート講座民事訴訟、民事広報法、民事保全法、第1回目前半の講義、始めてまいります。えー、本日は、えー、民事訴訟の方から始めていきます。管轄移送ステップ1、体系番号 1a の5、年度番号10の1、やってみてください。どうぞ。 レジュメの方は2ページを出してください特別裁判席と書いてありますえこれはええ基本はええ管轄というのは被告の住所地え普通裁判席になるものですただ事件に特徴がある場合はその被告の住所地プラスここでもいいよとというふうに定められていますこのプラスここでもいいよとというのがこの特別裁判席と呼ばれるものです ではどこが許されてていいるのか見ていきます一番上から財産権上の訴えこれは債権の履行、えー、何かをね請求権の履,の履行の訴えをもっと考えてくださいこの請求権の履行の訴えについてはこちら義務履行地本来履行すべき場所本来履行すべき場所で認められています本来履行地が大阪であれば大阪に訴えることもできるんだってことね 2段目。で、その債権が手形や小切手だったらどうかといったら、この場合は手形小切手の利口値に当たる支払い値、支払い値に対してすることになります。もう典型的な引っ掛けというのが、こちらの方の足の、えっと、2番でしょうか。振り出しというのが典型的な引っ掛けです。出したとこじゃない支払い値、義務の利口値だということね。 五番不法行為に関する訴え交通事故訴訟とかになりますがその場合は不法行為値そこでも OK ですそこに証拠などが結構残っているということもあるだろうということです六番不動産に関する訴え例えば不動産の引き渡し請求訴訟とかそういったものに関してはその不動産の場所でできる占有を確認しながら訴訟したいと7 登記登録に関する対、登記請求訴訟などについては。これは登記簿を確認しながら、逐次確認しながら訴訟をしたいということで、登記をすべき地、というふうになっています。まあ、昔のね、まあ、帳簿、紙ベースでね、えー、登記簿が作られてた時の名残ですね。まあ、今だったら、どこでも登記簿を確認できますから。はい、というところで、これぐらいにしましょうか。 続いては体系番号 1B の4。年度番号が23年の1問です。やってみてください。どうぞ。 レジュメの方で言うと、三ページ以降になります。で、この三ページには、えっと位相のパターンが全部で、一二三四五六パターン載っています。で、六パターンごとの特徴が、要件が表の中に。で、横の方には、特徴が載っております。その中のいくつか、紹介していきましょう。ページをめくります。六ページお願いします。 じゃえっと、4ページお願いします4ページ上から2段目必要的移送不動産の場合と書いてあるところですこちらの必要的移送不動産の場合関西に訴訟したのに地裁に送らなきゃいけない地裁に送らなきゃいけないという場合が入っています基本的には地裁でやりたいという発想があります 関西よりも地裁でやりたいと。なので場合によっては、関西に訴えられても地裁に送んなきゃいけないというふうになる場合もあります。見ていきましょう。イメージの絵です。原告が粗額が低いものを訴えました。だから扱いは関西なんですよ。なのでこちら名古屋関西の方に管轄権がある訴訟を起こしたんですが、特徴が丸一の初め3文字あります。不動産なんです。 不動産にに関する訴訟を関西に起こしましまたそうしましたら上の方被告訴えた被告の方が不動産だったら慎重に判断してほしいざっくりざっくりの関西ではなくしっかり見てほしいということで申し立てをしたんです地裁に送ってくれとこの場合名古屋関西は名古屋地裁に送るこれが基本必須なんです なんでこれ不動産に関する訴訟は申し立てがあれば移送しなきゃいけないんだと。下の要件123ざっくり見て要出るのは一番下移送できない場合なんです見てくださいもう弁論しちゃってる審理がもう始まっていればもったいないので送らないよということなんですねでは今回の鵜の足はどうでしょう 1>, 1行目で不動産に関する訴訴訟につきであって被告の申し出と書いています2行目に被告が本案にて弁論していない限りと,と書いてあって移送ができない場合についても言及がありますね要件はクリアしております、まあ、とにかく見る点はねとにかく被告が弁論しているかとその記載をしっかり追いかけるようにしてください 5ページお願いします。で、5ページの方ですが、えちょっと先にえっ、ー、と下の段からいきましょうか。えっ、ー、と下の段の移送の効果というとことです。上の方移送の裁判の形式。移送の裁判は決定で行われる。移送する場合もしない場合も決定手続きを行います。 移送する決定移送しない決定とそしてその下不服申立てて行見てください本来決定に対しては不服申し立てはできないはずですですが移送するしないということは重大事になるのでえ不服申し立てはできるでしかも威力が強い即時広告という形で文句がつけられます でこの、えー、即時航空というのは威力が強い、まあ、具体的に手続きを止めるというほど威力が強いんですだからなんですが期間制限があります告知から1週間告知から1週間までという、ね、期間制限があります今回の絵の足は期間制限大丈夫かって聞いてるんですどうでしょう期間制限の点問題ないですね ではこの表の一番下再移送というのを見てください。原則のところ、特に1項と2項の条文が並んでます。で、基本的にはえ東京地裁に移送すると決めたら、東京地裁が拘束されます。東京地裁でやらなきゃいけないので、その東京地裁があうちじゃない埼玉だっていう形で、もう一回別のほに移送するってことはできません。 ただし例外例えば初めに管、ね、轄が違うから移送するって移送した後にそこで、ね、いやここでやるとあ遅れてしまうから別の条文17条を根拠に、えー、こちら大阪の方に移送するこの、ね、移送の理由が違うであれば、えー、こちら移送は許されます。 移送の理由っていうのはねここにいろいろ載ってますよね。ある理由で移送したんであればもう同じ理由で別のとこに移送はできないよと。というだけで別の理由で他のとこに移送するってことはできるんだと。そういうニュアンスだと思ってください。 では、えー、これぐらいにしましてじゃあ続いては、えー、っとどうな5ページ、一番上の図表の2を見てください普通裁判席というところです。基本的には、えーえー、管轄というのは被告の住所地被告の普通裁判席になるんですがその普通裁判席というのはどこなのかと上の方自然人、丸一住所となります。 基本的にただ丸の2を見て人によっては住所が分からないって方もいますその場合は最後2文字見て居所住所は分からないけどいつもねいる場所は分かると住所じゃないんだけど居所は分かるとその時はそこは管轄になりますで三。これも分からなければもう住民票など何とか取り寄せて 一番最後に売ってる住所。もうそこでやるしかないと。で、この三つは補充的に使います。住所、居所、最後の住所という順番で適用されています。足のあはどうでしょう。 で足のあ「あ」はもうこれ住所が分かっているんですからえそこでやらなきゃいけません住所または居所という選択的なものじゃありませんレジメ5ページ続き戻ってください今度は法人等の団体と書いていますまたこれも順番的なんです、ね、1主たる事務所営業所2これがなければ代表者の住所地と。 したる事務所は基本だけどなければ代表者の住所地ですよと、はい、でこの観点でちょっと見てほしいんですが、えっと、1A の731年の一問一 a の三十一年の一問えこちらの「い」の足を見てほしいんですおかしいというのはよろしいでしょうか ひたる事務所営業所がわかるんであればそこで決まりですからねはいでは最後になりますが足の意を見てください足の位え間隔というのは合意で変えられることがありますえ専属間隔でなければ合意で変えられるとでこの変えられるというのは 場所、大阪じゃなくて名古屋にしようとか、名古屋じゃなくてえ仙台にしようというふうに場所も変えられますが、本来租格が低いから関西だけど地裁でやろうとか、地裁やるべきものを関西でやろう、こういった変え方もできます。それを言っているのが足の意ということになるんです。 では続きましては、体系番号 1B の3、年度番号15年の1問をやってみてください。どうぞ。 レジュメの方で、うと3ページ、お願いしますで3ページえこちらの移送の比較というのを一番上を見てください。管轄違いによる移送、管轄が間違っていたといったことを理由に移送するというものですが、一応これ建前的には必要的です。左から3つ目、移送の用費、必要的、絶対やりなさいと。間,隔を間違っている場合は 絶対送らなきゃいけませんよと。ただ一個だけ正しいところに送らなくてもいい場合もあります。それが一番下、米の1です。見てやってください。本来は関西でやるべきものが地裁に訴え起こされましたと。本来は関西でやるべきものが地裁に起こされましたと。この前地裁の方で、あこれは難しいからうちでやろうというふうに地裁で判断をすれば、 管轄を間違っているんだけど移送しなくていいとなっていますやっぱりここもできるだけ地裁でやりたいという発想から来ています足の「う」特に末尾しっかり読んでみてください地裁は受け取った事件は監査に属するよとその時も移送しなければいけないかといったら今については移送するかどうかは裁量ですよと 移送しないで自分で裁判もできますよとページをめくります四ページに行ってくださいあごめんなさい先に三ページもう一回見てください。 え次にやりたい点が上から三段目関西から地裁に移送するというケースですでこの一番上の十八条の原則これ何かっていうと関西でうちゃんと適正な移送え関西に管轄があって関西に訴え起こされたんですですが関西側がこれは難しいなと判断すれば地裁に送ることができます。 まあえー、先ほど見た米の一の裏返しですねでただこの18条の移相というのは基本的には最良なんですねただこれが場合によっては絶対送らなくちゃいけないととなってしまう場合が2つあります1つは先ほど見ました不動産の場合です不動産の場合は絶対送んなきゃいけないただ 移でできないケースがあったでしょ。この表の下2つ見て弁論してしまった場合はもう移送ができないよね足の「をどうでしょうか弁論した場合を除いて移送しなければならないと言っていますので問題ありませんでもう1個が274条「反訴があった場合」というところです これでページ4ページめくってみてください。一ののハンスの場合とというところです。原告が50万で名古屋監査に訴えました別にこれは問題ありません金額50万なんですから監査にする点はいいんですよ。 そうしましたら上の方、被告の方が反訴を起こしてきまして、この反訴が金額1000万を超えているんです。1000万になっているんです。でこれで原告側から丸3、1000万が来るんだったら慎重になりたい。資産に送ってくれと。で、この場合、えー、名古屋関西は絶対送んなきゃいけないよと。で、要件1と2見てやってください。 どちらもそうなんですが自動的には送りません、反訴があったからといっても自動的に地裁に行くわけじゃない不動産訴訟だとしても自動的に行くわけじゃない移送してくれと言ったときに初めて移送するんだよと。 ということで、絵の足を見てください。絵の足は、職権で移送しなければならないと言っているので、誤りです。申し立てがなければ、移送はできません。同じことを繰り返しておきます。レジュメ3ページ戻ってやってください。 この必要的な移送、両方とも職権ではやってくれない、申し立てがないとやりませんよと。そしてもう一つ、必要的で職権が許されない移送があります。これが一番下の当事者の申し立てがあった場合というところです。 どういうパターンか、お見せしましょう。ページは四ページ一番下を見てください。例えば、今名古屋地裁に訴えられてまして。お互いで。なあ、あのこれ、名古えっと、大阪の地裁でやんねえかと。って申し立てて、向こうがオッケーをする。そうすると、移送する義務が生じるんです。 上の方の方表一度に見て申し立てと同意があれば移送しなければいけないとでこの移送のパターンは数多くあります名古屋地裁から「な名古屋関西でやんねえか?」と言って「OK」があれば送んなきゃいけないそれとか「大阪関西でやんないか?」って言ったら同意があればそっちに送んなきゃいけないと右もしっかりなんですね ただこれってさすがにむやみやたらに認めれば訴訟が遅れますなんで上の方移送できない場合一または二となってますまず一を見てください地帯になるというような状況であれば認められませんまたは二こっちに引っかかった場合もダメなんですでどういう場合かっていうと 喋っちゃったらダメという点。先ほども言いましたね。実はこれ、こちら側にもその縛りがかかっているんです。で、かなり細かいんですが、この喋っちゃったらダメだについては、実は許されるケースもあるんです。それが2の冒頭1行なんですよ。 読みづらいと思いますのでちょっとこの下でご説明します。全部でパターンが1、2、3、4、5、6パターン載っているんですがあるパターンだけは喋っちゃっても移送できるとなっているんです。できるだけ地裁でやりたい。このパターンなんです。 このパターンだけは、えー、こちら、できるだけ地裁でやりたいという発想から、喋っちゃっても移送ができるんです。それを言っているのが、この2の冒頭の1行なんですね。関西からその所在地を管轄する地方裁判所の移送を、の申し立て。これは喋っちゃっても移送はできるわけ。以外、言ってね、それ以外は、 喋っちゃったら移送ができないよと。で、足の「お」をちょっと検討してみますと足の「お」じごめんなさい。えっと 足の意でしたね。すいません。失礼しました。足の意をちょっとこれで検討しますと、まず足の意が申し立て、そして同意したときという話で、今の話になってるわけね。で、被告が本案について弁論した後って書いてます。だから本来は喋っちゃってるんだから移送できないはずなんですが、 冒頭1行。関西から地裁への移送申し立て。関西から地裁への移送申し立てというのがわかります。なので、このケースは喋っちゃっても移送しなきゃいけないので、丸足となります。 非常に読み要求も難しいし読み取りもきついところです。喋っちゃったら移そができない。ただ関西から地帯のところは移そができるんだっていう知識。それをちゃんと反復して押さえてください。 では、えっと、最後になりますがレジュメの方三3ページに戻ってください一番右不服申し立てというところを見てください移送、えー、は決定で行いますこの決定に対しては基本的に不服申し立て即時抗告ができると言いましたパーッと見た感じ1個だけ×がついてるの見つかるでしょうか 搬送があった場合の移送なんですこれについては移送してもらって不服はないはずと考えて文句は言わせないようにしています搬送の移送決定については不服申し立てができないとでは今回の足のあはどうでしょうでこれは今言った あの反訴があった場合の移送決定の事例とは読み取れませんよねなので「移送決定できる」でいいんですよはいといったところでこれぐらいにいたしましょうでは次いきます、えー、ステップ2にいきます体番号 年度番号が27年1問「あ」「え」「お」を検討してくださいどうぞレジュメ6ページお願いします はじめは関西になるか地裁になるかという枝分かれ、これは租額によって変わるというのは大丈夫でしょうか。租額が百四十万を超えるんであれば地裁、超えなければ関西。ただし不動産に関しては百四十を超えていなくても関西でもやれると難しいというところでしたね。じゃあこの租額というのは何かとどういったらまあこの租額の概念非常に難しいんです。受験的には勝った時に得られるメリット、勝った時に得られるメリットと。 いうぐらいのニュアンスで押し通してしまっていいでしょうでその感覚で米の1今回のねえー、っとあの足かなの、えー、状況を書いておきました左側の AB の図を見てやってください A が B に対して100万に相当する物の引き渡し請求をしましたこれだけで訴えれば総額は100万ですですが もう一個 A か B、ね、セットで訴えましたもしその物を壊しているんであれば100万払えもし物を壊しているんであれば100万払えそう訴えたんですだからこの A さんは100万の物のもらえるっていうメリットがあるかもしくは100万の損害賠償を得られるというメリットがあるかどっちかしかないよね これ2つまとめて訴える「粗額は200」とは言えないよね勝った時に得られるメリットはどんなに大きくも100なんですもんなのでこれは関西に属しますよとではこのページのまず次行きましょう図表語 管轄の決定基準というところです。えこちらのえ管轄の標準時と趣旨をお読みください。えこちら訴えた時で、ね、管轄は決まりますよと。だから引っ越しをしたとしてもね。 別にこれは、そういうで管轄が変わることにはなりませんよ。とか、訴えた後にね、粗額が140以下になったからといっても、関西になるわけじゃないですよと、訴えた時点で管轄が決まりますよと、それが今回の絵の足かな。はいってことなんで、これ、移動したとしても管轄は変わらないから移送する必要はないと。 比比較較すす。るのののが番ととこ行で見てやってください。これ何かっていうとあの初めはねあの一番右側にもう一りますよもともとは管轄があるとこに訴えましたでそうしたらその人が引っ越しましたで引っ越してもここは適法ですよと一方この宙書きっていうのはあ比較っていうのはもともと管轄があるとこじゃないとこに訴えましたと。 そしたら彼が引っ越して、そこに、今、訴訟したところにね、重地に引っ越しちゃったんですよ。であれば、そこ、もう適法になっちゃいますね。ってことで、こちら、固定すると言っときながらもね、これ移動して、移動したんであれば、後で歌詞が直りますよと。もうちょっと、明らかにもう矛盾するんじゃないかと。というような問題が出ております。 これね、1a のな、31の1の足のう、31の1のうのね、31の1のうのね、あ31年1問のうで出ております。